エカチェリーナ・ブラジーミロブナガ・ールキナは、ロシア連邦のカーリング選手である。ロシアシニア代表チームのメンバーとして二度、オリンピックへ参加している。代表チームには当初はリザーブとして参加し、その後リードに昇格している。ロシア国際クラス、スポーツマスターの称号を有する。ソビエト連邦、ロシアソビエト連邦社会主義共和国時代のモスクワ市に生まれた。 モスクワの高等スポーツ技術試験学校、モスクビーチのカーリングチーム、モスクビーチ -1 に所属する。最初のトレーナーは、アンナ・アンドリアーノバ、個人トレーナーに、オーリガ・アンドリアーノバがついている。2006年2月のトリノオリンピックと2010年2月のバンクーバーオリンピックの試合でリードを務めた。ロシア代表チームは2006年3月に、 全州市で開催された2006年世界、ジュニアカーリング選手権で優勝し、同年12月にバーゼル市で開催された2006年、ヨーロッパカーリング選手権でも優勝した。ロシア大会の2005年の2006年シーズンでも優勝を果たし、その後も4年連続で準優勝を果たしている。東京ユニバーシアードでは、2007年大会で銀メダル、2009年大会で、 銅メダルを獲得している。ロシア国立人文大学に席を置いており、国際関係学部で学んでいる。参加したチームの成績、ありがとうございます。